ームは、エリカちゃんってイメージキャラクター、知ってるかな？初めて聞くけど。この、右下のキャラがエリカちゃん。他に4人のお友達キャラもいるんだぜ。で、何のイメージキャラクターなの？よーく見てもらうと、地図になってるの、わかるかな？あ、北方四島だ。実はエリカちゃん、北方領土のイメージキャラクターなんだぜ。そんなの、あるんだ。今回は、その北方領土問題を取り上げるぜ。その根源や経緯、そして、今後の返還に向けての国の公式スタンスを紹介しよう。それでは、ゆっくりしていってね。まずは、北方領土の概要から。この国土地理院提供の写真を見てほしい。北方領土は、北海道の東の洋上に位置する島々を言うぜ。北の列に、大きな島が2つあるわね。遠い側が、択捉島。近い側が国後島。そして南の列には、小さな島々があるのね。遠い側が色丹島。近い側が歯舞群島。これら全部合わせて、北方四島とも呼ばれているぜ。でも、世界地図で見ると、ずっとロシアまで島が連なってる感じね。北海道東部沖からロシアのカムチャツカ半島南端沖にかけて、オホーツク海と太平洋とを隔てるように、北東に向かって島々が連なっており、世界的な地理の認識では、クリル諸島、日本では千島列島と呼ばれている。北海道に一番近い四島が、北方領土なのね。日本流の見解では、カムチャツカ半島南端沖のシュムシ島から、択捉島東隣のウルップ島まで。それが、千島列島。それより南西の四島は北海道の属島とされているぜ。ということでまず、択捉島を紹介しよう。北方四島の中では一番遠いけど、一番大きそうね。面積は3167平方キロメートルで、鳥取県より少し小さいくらいだな。終戦時は、3608人が住んでいたぜ。次に大きいのが、国後島ね。面積は、沖縄本島よりも広い、1489平方キロメートル。終戦時の人口は7364人と、最も人口の多い島だった。北海道から近いから、肉眼で見えそうね。知床の羅臼国後展望塔から、島を一望できるんだぜ。天気の良い時に、絶景を見に行きたいわ。そして、色丹島。面積は248平方キロメートルというから、沖本島とほぼ同じ。終戦時には、1038人が住んでいたぜ。そして四つ目が、一つの島じゃなくて、群島ね。歯舞群島。総面積93平方キロメートルで、小笠原諸島の総面積より少し小さい。ただ、終戦時の総人口は5281人と、多かったんだぜ。群島内で面積59平方キロメートルと最大の死没島には、2249人が終戦時に住んでいて、堕落島にも1457人が住んでいたから、色丹島よりも人口が多かったんだぜ。歯舞群島も、北海道から見えそうね。根室半島先端の納沙布岬から、貝殻島の老朽化が進む灯台が見え、水晶島やも江尻島も見えると言われているぜ。日本人たちは、島でどんな暮らしをしてたの？周りの海は、黒潮と呼ばれる日本海流と、親潮と呼ばれる千島海流が交錯しており、暖流と寒流の両方の魚種が集まる世界有数の漁場だったので、水産業が盛んだったんだぜ。すぐ思いつくのは、やっぱり昆布ね。そして、鮭、マス、タラ、スケソウダラ、タラバガニ、ナマコなどが取れたと言われているぜ。国後島や択捉島では、鮭マスの深作業や、林業、工業も行われていたというし、国後島では馬などの畜産業も盛んだったらしい。北方四島のイメージは、つかめたわ。というところで、ここからは北方領土問題の根源に迫っていくぜ。霊夢は、1951年9月8日に締結されたサンフランシスコ平和条約って、知ってるかな？第二次世界大戦後、日本と連合国との間の戦争状態を終わらせて、領土処理を規定するために締結された条約よね。その第二条 C に、こう定められている。日本国は、千島列島並びに日本国が1905年9月5日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した。樺太の一部及びこれに近接する諸島に対する全ての権利、権限及び請求権を放棄する。千島列島と書かれてるのね。当時のソ連も、後のロシア連邦も署名を拒否して、この条約に調印はしていないんだぜ。ただ、その第二条 C で日本が領有権を放棄すると定められた千島列島の範囲について、日本と見解が違うんだぜ。北方四島の扱いのことね。日本政府は、北方四島は北海道の属島で、千島列島には含まれていないから、サンフランシスコ平和条約によっても領有権は放棄しない、と主張している。日本流の見解ね。
一方、ソ連、そして後のロシアは、日本が言う北方四島は南クリル諸島で、クリル列島の一部だと主張。つまり千島列島に含まれるから、日本は北方四島の領有権を放棄すべきだ、という主張だな。言ってみれば、非日本流の見解ね。ソ連に限らず、実は英語圏とかでもクリルアイランド、つまりクリル列島、要は千島列島というと、地理的には北方四島もそれに含まれる、という認識が普通なんだぜ。つまり、カムチャツカ半島南端沖のシュムシ島から歯舞群島までの全島を含む、ということね。その非日本流の見解に対して、北方四島は北海道の属島だから千島列島の一部ではないという。日本流の地理的認識は、ロシアだけでなく、英語圏でも共有はされていないんだぜ。どうして、そんなことになっちゃったんだろう？千島列島の範囲をめぐる、日本流と非日本流の見解の相違だな。根源をたどっていくと、日露間で19世紀に締結されていた2つの条約の、原文と日本語訳との間の食い違いが関係していることが、見えてくるんだぜ。そんな、地味なことが、後のこんな大問題の根源とは。で、その2つの条約って、具体的には?1つ目の条約は日露通行条約、別名、下田条約。日露？それって、日露とは違うの？日露は新条約という別名もある。元は露の字を当てていたんだが、それには愚かという意味があるということで、ロシアが字を変えるように求めてきて、1877年からは露の字を当てるようになったんだぜ。そもそも、日露通行条約って、いつ結ばれたの ?1855 年、日本では、安政元年。なんと、第13代将軍徳川家定の時代、天皇は孝明天皇の御代だったのね。皇帝ニコライ一世が治めるロシア帝国を相手に戦争とかじゃなくて、全く平和友好裏に調印された。当時エトロフ島とウルップ島の間がもう事実上国境だったので、それをそのまま確認したのがこの条約。なら、めでたしめでたしじゃないの？それが、実は日本側にとって落とし穴が。どんな？鎖国中だった日本らしく、条約交渉はオランダ語で行われ、条文もオランダ語とロシア語で作成された。日本語と中国語にも翻訳されて、これら4つの言語はどれも有効な条約とされている。条約の第2条に、ロシア語とオランダ語は一致しているけど、日本語訳とは一致していない箇所があるんだぜ。なんか、悪い予感。オランダ語の第2条は、日本語に直訳すると。これより後、境界はイトルプ島とウロプ島との間にあるべし。イトルプ全島は日本に属し。と始まる。イトルプ島はエトロフ島のことね。ウロプ島はウルップ島よね。この続きが問題の箇所で、こうなっている。ウロプ全島は残りの北の方のクリル諸島とともに、ロシアの所有に属する。この表現だと、クリル諸島は南の方の4島も含むという、非日本流の解釈が成立するよな。ところが、当時の日本語訳では残りのという表現が訳されていなかったんだぜ。訳しもれってわけね。この箇所、ウルップ全島それより北の方クリル諸島はロシアに属すとなっていた。それだと、クリル諸島はウルップ島以北の島々のことを言っている、と読めるわね。これこそ日本流の見解で、エトロフ島以南の島々を含まないことになってしまう。オランダ語にはあった残りのを訳さなかったがために、解釈の食い違いを引き起こすことになったんだぜ。そして、もう一つ条約があるのよね。それが1875年、つまり明治8年5月7日に日本とロシア帝国との間で締結された樺太千島交換条約。当時日本は樺太、今のサハリンの領有権を持っていた。それを、ロシアの領有する千島列島と交換する、というのがこの条約の趣旨。もう明治時代だから、オランダ語じゃないよね。成文はフランス語で、問題の第2条を日本語に直訳すると、こうなる。第1条に記載のサハリン島に対する諸権利のロシアへの譲渡の代わりに、全ロシア皇帝は後継者に至るまで、現在自ら所有するところのクリル諸島のグループを、その所有に由来する全ての主権とともに日本皇帝に対して譲る。したがって、上述のクリル諸島のグループは日本国に属する。このグループは以下に挙げる18島を含む、1シュムシュ。なんか、ややこしい言い回しね。要は、クリル諸島のうちロシアが現在所有するグループが、ウルップ島以北の島々だから。結果として、クリル諸島そのものは北方4島も含む、と解釈できるので、非日本流の見解というわけだぜ。それに対して当時の日本語訳では、どうなっていたの？フランス語成文にあったグループという表現が訳されていなかったんだぜ。またしても、訳し漏れ？つまり、現婚所領クリル群島即地第一シュムシュ島。となっていたんだぜ。
この表現だと、クリル群島はウルップ島以北の島々だけで、北方四島は含まないように読めるよな。まさに、日本流の見解ね。フランス語成文にはあったグループという表現が日本語訳に反映されなかったがために、日本流と非日本流の見解の食い違いにつながってしまったこと、わかってもらえたかな？読めば地味なさだけど、こんなに大きい影響につながるとは。19世紀の条約文に根源を持つこの日本流の見解は、20世紀になっても日本人の考え方を支配していた。1951年9月8日にサンフランシスコ平和条約が締結される以前の、1950年3月8日の第7回国会衆議院外務委員会。そこで、北海道出身の衆議院議員である浦口哲夫委員がこう発言している。千島樺太交換条約によって、クリル全島すなわちウルップ島よりシュムシ島。ウルップ島というのは択捉島との境でありますが、下田条約によってすでに日本と決定されたその以北。いわゆるウルップ島以北がクリル全島、こういう呼称で呼ばれているのであります。そうでなければこの条約の文章が成り立たないのであります。下田条約は、1855年の日露通行条約のことだったわね。この発言、まさに日本流の見解そのものよね。ところが意外なことに、外務省の西村熊雄条約局長は、それに対してこう答弁している。例の明治8年の交換条約でいう意味は、いわゆる日露間の国境以外の部分である千島のすべての島。という意味でございましょう。ですから千島列島なるものが、その国境以北だけが、いわゆる千島列島であって、それ以南の南千島というものが千島列島でない。という反対解釈は生まれないかと思います。おっと、日本国外務省の条約局長を自ら、日本流の見解にダメだし？さすがにこれは、後に撤回されるんだぜ。時は流れ、1951年9月8日にはサンフランシスコ平和条約も締結され、日ソ平和条約交渉を進めるようになった頃の、1956年2月11日の第24回国会衆議院外務委員会で、政府委員の森下邦夫外務政務次官が、こう発言している。南千島の問題のそういう誤解を解くために、ここにはっきりと一つ声明をいたします。この南千島、すなわち国後、択捉の領島は常に日本の領土であったもので、この点についてかつていささかも疑念を差し挟まれたことはなく、返還は当然であること。サンフランシスコ平和条約はソ連が参加しているものではないが、右平和条約に言う千島列島の中にも、領島は含まれていないというのが政府の見解であります。この声明で、日本国外務省は日本流の見解を公式に認めたわけね。その1956年は、日ソ平和条約交渉が進んでいた頃で、実は米国にも動きがあった。その年の9月7日の米国務省から日本に対する覚書の中にこう書かれている。米国は、歴史上の事実を注意深く検討した結果、択捉、国後領島は北海道の一部たる歯舞群島及び色丹島と共に、常に固有の日本領土の一部を成してきたものであり、かつ、正当に日本国の主権下にあるものとして、認められなければならないものであるという結論に到達した。サンフランシスコ平和条約はソ連邦が署名を拒否したから同国に対しては何らの権利も付与するものではない。日本は、同条約で放棄した領土に対する主権を他に引き渡す権利を持っていない。米国はつまり、歯舞群島と色丹島は北海道の一部だし、択捉島と国後島も固有の日本の領土と認めたのね。でもそれ、1951年のサンフランシスコ平和条約の条文が固まる前に、言って欲しかったな。とはいえ、日本流の見解を米国は支持すると表明してくれたのは、日本にとっては一歩前進だったわけだぜ。それに、日本が放棄したものが自動的にソ連のものになる、ということも否定してくれている。また、日本は放棄はできても、その領土の主権を例えばソ連に引き渡す権利もない、と言い切ってくれている。まあいずれにしても、千島列島を放棄せよと言われても、そこに北方四島は入ってないんだ、と思い込んでいた日本流の見解が生じることになった。とほほな事情について、よくわかったわ。では、サンフランシスコ平和条約が1951年9月8日に署名されて以降の、北方領土問題の経緯を見ていくぜ。おかげで、米国などとの連合国とは戦争状態を終結できたわけよね。一方、ソ連はその平和条約に参加していなかった。また、日本としては国際社会に早く復帰したかった。そのためにも国際連合への加盟を目指していたんだが、加盟申請に対してソ連は拒否権を発動していた。ソ連とも良い関係を作らないと、前に進めないというのが、日本の状況だったわけね。ソ連との関係正常化を目指す中、ソ連側では1953年にスターリンが亡くなった。
同じ年に、朝鮮戦争も休戦を迎えた。日本にとって、接近しやすいソ連に変わったってことね。そして日本でも1954年、親米路線の吉田茂内閣が退陣。ソ連との国交回復や国連加盟に意欲的な鳩山一郎内閣が誕生して、日ソ接近の機運が高まったぜ。日ソ平和条約交渉が始まったのね。そして、平和条約ではないんだが、1956年10月19日、日ソ共同宣言という条約にまでこぎつけることができたんだぜ。どんな内容だったの？お互いの国に大使館を設置することや、日本の国連加盟をソ連が支持することが表明された。そして、北方領土に関する第9条にはこう書かれている。日本国及びソビエト社会主義共和国連邦は、両国間に正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する。ソビエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望に応え、かつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソビエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が、締結された後に現実に引き渡されるものとする。返還とは言わずに、引き渡すという表現なのね。まあ、曲がりなりにも歯舞、色丹の二島については譲渡に同意する、という姿勢をソ連はここで示したんだぜ。ソ連は二島譲渡で決着させたくても、日本は四島全部返してって言い続けるよね。それで妥協点が見つからないまま迎えた1960年1月、岸信介内閣が日米安全保障条約の改定を行った。ソ連、怒ったよね。これに反発したソ連は、二島の返還を撤回してしまい、日ソ間の政治的関係はまたも冷え込んでしまったんだぜ。そのソ連も、1991年に崩壊を迎えるんだよね。そして1992年にロシア連邦が成立し、その大統領であるエリツィンが1993年に来日した。何か進展はあったの？その来日中の10月13日に東京宣言が出されて、日ソ間の全ての国際約束が日ロ間でも引き続き適用されるということを確認し、領土問題を北方四島の帰属に関する問題である、と位置づけた。二島だけじゃなくて四島に言及したのは、期待を持たせるわね。そして、2000年9月にはプーチン大統領が来日。56年宣言、つまり日ソ共同宣言は有効であると考えると発言。日米安保で態度を硬化させていたけど、またいい感じになってきていたわけね。だがそれも、ロシアのウクライナ侵攻が始まってからは、遠のいてしまったわけだぜ。日本も対ロ制裁に加わってるものね。なので2022年3月以降、日本もロシアの非友好的な国と地域のリストに追加されている。日ロで平和交渉って環境じゃなくなったよね。それはロシアもそう考えているんだぜ。2022年10月3日、ロシアの国営タス通信は、日本がモスクワに制裁を課し、ウクライナに軍事援助をしている状況では、日本との和平交渉は不可能である。というペスコフ報道官の発言を伝えている。この先、日本は国としてどうしていくつもりなの？ロシアによる不法占拠が続いているとはいえ、北方領土は日本固有の領土だ、としているし、その点については例えば米国政府も一貫して日本の立場を支持している、と言っている。確かに、1956年9月7日の米国務省の覚書は、そういう内容だったものね。それで日本政府としては、北方四島の帰属の問題を解決し、平和条約を締結するという基本的方針に基づいて、ロシア政府との間で強い意志を持って交渉している、としている。でも、ロシアがもう実効支配してしまって、そこがふるさとというロシア人もいるわけよね。そのことについての日本政府のスタンスだけど、もし北方領土は日本に帰属するという確認さえ取れれば、実際の返還をいつにするか、そしてどのような形で行うかは柔軟に対応します、と言っているんだぜ。北方領土に今現在住んでいるロシア人住民については、その人権、利益、そして希望を、北方領土返還後も十分尊重していきます、とも言っているんだぜ。ただ、ウクライナ侵攻を続行している今のロシアは、日本にとって平和条約の交渉相手ではありえないよね。逆に、ロシアとウクライナとの間に和平が実現するようなことがあれば、その時のロシアは、日本にとっても希望の持てる平和条約の交渉相手になるんじゃないかな。そのためにも、ウクライナとの和平が早く実現することを祈りたいぜ。それではご視聴、ありがとうございました。